こんにちは、土の子です。ドラゴンクエストトレジャー続きやっていきましょう。いや、とんでもないとこでね、昨日中断しちゃったわけなんですけれども、多分おそらくもうエンディングじゃないのかな、合ってると思うまさかエンディングを残してですね、動画が中断されてしまうというびっくり中断でしたけども、ちょっとね、昨日体調がねあんまり良くなくて途中でやめちゃったんですけども、さあ行きましょう。なんか HP0 にしても勝ったみたいだね。なんかドラクエ9、ドラクエ11とドラクエ9、ドラクエ8、もう音楽が混在してて僕はどれがどれだかマジで分かってない。あ、で帰るんか。よし、じゃあ帰ってみましょう。ドラクエ9が僕多分ストーリー1回しかやってないんだよな。ドラクエ11もそうか。昔のねドラクエ僕何遍もやり直して楽しんでるんだけど、一番やり直したのは何かな、6かな。やっぱ6は楽しかったですね。まあ、5も楽しかったけどいや3も、いや4もまあリメイクされましたからね、いろいろね。おお、すげえ、もう宮殿じゃねえかここ。あらら、アネモアさんだったっけ、もう来てますねただいま、みんなでお祝いしてくれてるのね。あ、ケーキがあるんじゃない。待っておりました。ギンギーラを倒して7つの龍石を取り戻したんですよね。アネモアさんからお聞きしましたよ。7つの龍石は、まあ細かいことは言わなくてもいいか。いい機会だからダンのみんなと話してくれたイーブ。君たち兄弟で相談して帰るかどうか心を決めてほしいんだ。帰るの選択肢はあるんでしょうか、果たして僕には。でも帰れなくなっちゃうんだよね。ああ最悪じゃないかおいおい、用意したケーキを、おい、これはひどいぞひどいと言いながらやりまくるっていうね。ダメだよ、みんなはあのケーキの上歩いちゃ。まさかギンギーラに打ち勝つなんて。不思議な力をずっと感じていましたが、やはりこの世界の謎を解く鍵はあなたたちだったのですね。やったぜいいのがいるじゃん。商品たくさん売れた。あなたがここに呼んでくれたおかげ、私商品売る。ようめら、宝島に面白そうな鉱石はなかったか。宝島に連れてってくれや。宝島にいろいろなんかお宝が落ちてたな。ほんと、お料理どうかしら。お料理、そういやあんま食べなかったな。スカウトに使うのがねなかなか大変。あ、決めたのか。あ、まだか。あそこまで行ったら決めちゃうのか。よくぞ戻った、よくぞ戻った。団の仲間も増えた。かつてのにぎわいが戻り、感無量である。十分我が輩の願いを叶えてくれた。これ本当にやるべきことをやるべきだよ、ね、おかえりなさい。ギンギーラ団から7つの龍石を取り戻せたんですね。団員モンスターが増えちゃうかも。これからもお宝探ししてください。そうだよね、普通だったらそうなんだけど。よう元気か。あら、暇なんで来てやって。あららら、らまさかの。この団もずいぶんでかくなったもんだね。お宝もしこたま集めたんだろその調子で頑張ってくれ。キリのいいとこで私がいただくからさなんで来てんだよどういうこと、なんでなんで来てんの。ダメでしょ、お宝がたくさんあるな。おい、お宝ちゃんと管理しとけ。棚卸ししろお祭りをやっていたから来てみたが、この島にはお宝がたくさんあるな。あ、神田田じゃん。ちょっとくらい持ってってもいいよな神田田親分子分。あれ、これはちょっと待って、これ何これ。おい、こら、あ、ここで宝島か。ここで宝島とつながってんだこれ。へえ、ふーちゃんありがとね、強かったよ。マシュマロちゃんも
きましたよ。ピピ、7つの龍石を見つけ、あのギンギラまでやっつけたんですよね。最強のお宝ハンターになったと言っても過言ではありませんよ。頑張りました。どうしたの、トイレ行きたいの、もじもじしてもじ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 、お疲れ様でした。美味しいケーキやご飯を用意しましたよ。さあどうする、もうお話ししましたね、みんなと。じゃあ行きますか。いや、なあ、本当にいいんだな。そうだよな、俺も帰った方がいいと思う。みんなと別れるのは惜しいけど、いつまでもこの世界にいられないもんな。そうと決まれば早速帰ろう、決心が鈍っちまうし。じゃあお祭りの邪魔するのも悪いし、みんなに見つかる前にこっそり抜け出そうぜ。いいのかな、僕たちが急にいなくなって。神たちはミューシャとトンブーに元の世界に帰ることを決めたと話した。そっか、寂しいけどよく決めたブ。ただし君たちが元の世界に帰る前に、竜の探検はここに置いていく必要があるんだ。わかった。この世界にとって大切な探検みたいだしな。ミュミュ、宝島に探検の台座があったから、あの場所に返せば良さそうね。名残惜しいけど出発しましょう。お待ちください。お、さすが、バレちゃうのか。ここを去ってしまわれるのですね。あなた方がこの世界のものでないことはみんな気づいておりました。ですからいつかは皆さんがいなくなってしまう、そんな気がしてました。お任せくださいお別れは悲しいですが、後のことはどうか私にお任せください。激レア土の子軍団はみんなで守っていきますので、ご安心を。ありがとな、トマソン。ありがとう。それじゃあ探検を開始に行こうぜ。ちょっと悲しいね。これか。はい。なんだか体から力が抜けた感覚がした。ちょっぴり寂しいけど、これでよかったんだよな。ミューシャとトンブのところに行こう。竜の子の近くにいるはずだぜ。こっちは？じゃあもう誰もいないか。行こうぜ。ああ、帰ることになっちゃうのか。決心が鈍らないうちに。おい待てよ、ちょ待てよ。急に歩き出した。あら、なんだ、あ、最初の船か。あれ、これで帰るんだな。あ、そうか、もう声も聞こえなくなっちゃったんだ。おいおい、お前たち、さっきからなんで喋らないん。トンブ、元気でな。あいつら来てくれたのか。みんなで。
みんなが待ってるぜ。おーい、お前たちとの冒険は。すごい冒険だったな、本当に。マスタードラゴンなの、あれ。あら、そっくりじゃん。可愛いドラゴンだったの、もしかして。何かの呪いだったってこと？終わっちゃいましたね。ちょっとあの切るとこが下手すぎたな、ほんと。いやー、さすがドラクエは面白いですね。マスタードラゴンのネタもいっぱい入れてもらえるともっと楽しめたんですけど、音楽がとにかくやっぱいろんなね、ゲームの歴代の音楽が使われてるみたいで、そう、アイテムも宝箱も、これはファンにはたまりませんな、本当に。ああ、終わってしまわれた。最初ね、その宝物をサーチしてゲットするっていうあの感じが、なんか僕ソシャゲで開発したのかなって、もともとはソシャゲ用に開発したのかなとか、レジェンドがね出てきたりなんか宝物ハンターランク何パーセントはここだとかね、なんかソシャゲに似てるなとも思ったんですけど、実際やってみたらね、あの結構そこそこストーリーもしっかりしてて、お宝集め要素的には今んとこまだ感じてないですけど、たくさんお金をゲットしてあの段のランクを上げていくっていう感じだったけど、お宝自体にもこれからあれなのかな、なんかそういえばお宝なんとかコンボボーナスみたいなのがついてね、えいいメダルゲットできた、あれは龍石だったっけ。他にも分類がたくさんあるんで、これねコンプさせようと思うと多分とんでもない時間がかかるんじゃないですかねいや結構まあちょこちょこね、宝箱はポンポン開けてたんだけど、全然埋まる気配はないし、もうちょっとね、あのロトシリーズとかあるんでしょ、勇者のあの伝説の武器防具シリーズとか、なんか分類であったので、皆さんあれですかね、あの伝説の武器防具だったら僕何が好きですか。僕はあれですね、ドラクエ4の天空シリーズが一番好きですね。デザインも設定資料集みたいなやつでね眺めてました。あの盾にね翼がついてたりかっこいいよね、ドラクエ4の天空シリーズの武器たちって。5が今度ね、主人公が勇者の血を引いてないっていう初めての主人公だったと思うんですけど奥さんの方がね、勇者の血を引いてるっていうまさかの流れだったんだよね、あれね。ドラクエ6あたりからなんか装備、伝説の装備って感じがしなくなったんだよな、なんでだろうね。ドラクエ7の神様からなんかちょっとずつもらえるみたいなのをよく覚えてるんだけど、8はね、
革命のね、8頭身7頭身ぐらいのキャラが初めて出てね、自由に動き回って、あれは衝撃だったな。そっからね、ナインは今度はすれ違いだっけすれ違いダンジョンみたいな、あれもなかなか衝撃でしたけど、僕もね、あの友達がいなかったんで、すれ違いダンジョンとか、あとしかも田舎に住んでたんで、その当時も全然ダンジョンがすれ違えずね、普通にまあクリアしただけだっていう感じ。あと楽しそうにね、攻略の板とか見てるとね、激レアのダンジョン配ってたり、なんか東京のハチ公前で配りますとかね、予告していったり、なんか楽しそうでいいなっていうのを見てた思い出がありますね、ドラクエ9はね。10はオンラインで、僕はオンラインはね、FF もドラクエも一回もやったことないんですけども、ちょっとね、オンラインはね、もう時間がいくらあっても足りなさそうなゲームなんで、やっぱりね、お話がしっかりあるこうコンシューマーゲームが僕は大好きですね。ドラクエ11は、3DS 版の方を僕はやったんですけども、楽しかったな、あれも。ちょっとなんか確か縛れたんだよねなんか2個ぐらい縛りながらプレイしたような気がします。なんかそれすると、何かがアップするんじゃなかったっけ。ちょっと忘れちゃった。だからね、カミュとマヤもね、久しぶりにドラクエ11のね、登場人物を見て、ああそうそう、そういえばこんなんあったなとか、マヤがね、洞窟の中にいるのもなんとなく思い出しましたよ囚われてね、カミュと兄弟、大きくなったカミュとマヤはクリア後の2人で冒険してる世界線のマヤとカミュなんですかね。いいっすね、胸熱ですね。そしたら2人今戻っていっちゃったけど大丈夫、なんか海賊船の中にまた戻されて、怒られて、なんか責任取らされて、掃除をさせられまくる日々が始まっちゃわないかな、大丈夫かな。はい、ここからでしょう。ここから何が始まるんでしょうか。来た、ほんと戻ってきちゃってんじゃん。あららららららら書いてる、あら、かわいいね、絵が。あら、懐かしい。もう遅い、悪い、手こずった。でもうまく抜け出せたな。なんか、あの日のことを思い出すな。思い出す、本当に捕らえられてたんだよね、ここで。ダンのみんなだったらきっと元気にしてるよ。ああ、そうだな。それじゃあ行こうぜ。おい、あれ、え、なぜトゥービーコンテ、なぜ、どうして戻ってきたの。何が起こったんだよ。七つの竜石を集めるという目的を果たし、ロトゼタシアに帰ったカミュとマヤ。ロトゼタシア？二人の前に国に帰ったはずのミューシャとトンブが現れた。二匹に導かれ、再び竜の大地を踊る。おい、なんでだよ。そこちょっと教えてくれよ。え？どうしたの？これでまたあんたたちと話すことができるわね。
おかえりだぶおい、感動の別れを返してくれ。なんで一瞬で戻ってきてんねん。どうしたの？なんで俺たちをまた竜の大地に呼んだんだ？まだ残ってるお宝のことちょっと気になってたんだよな。まあいろいろあるのよ。詳しい話は本部でするとしましょう。ブブ健在だからすぐに向かうブ。それは健在だろうね。二人と別れた後、あたいたちも故郷へ帰ったんだけど、竜の神様に七つの竜石が古竜になっちゃったことを報告したらね、めちゃくちゃ怒られたブ。そうなの？で、あの竜の子供もそのままいるの？そこに。そこで代わりにレジェンドのお宝を50個集めるっていう試練を課されたね。マジかよ。自分の一族の残したものが散らばったままなのは嫌なんだって。ブブ。そこでまたカミュとマヤに力を貸してもらいたいんだブ。シルフの国の探検隊とか他のお宝ハンター団に頼んでみようと思ったけど、やっぱり二人じゃないとダメだってことになったんだブ。レジェンド50個。やだブンブー。そんなやだしょうがないな。いいよ、ありがとう。二人ならそう言ってくれると信じてたわよ。エルルのこと忘れてたわ。世話するよ、頼まれちゃったのよね。この古竜にエルルって名前をつけたんだ。ほっとけないから連れてきたんだブ。でもまだ戦えないと思うからしばらくここに置かせてほしいんだブ。出発しましょう。それじゃあ再びお宝探しに出発しましょう。ああマスタードラゴンなのかな、もしかして。お戻りになってくれたのですね。あなたがいない間も本部の運営を続けておいて正解でした。各施設も前と同じように使います。お宝探しのためにお役立てくださいませ。この世界にもいろいろ変化がありましたよ。終わってない色を進めてみてはいかがでしょうか。新しい発見があるかもしれません。親方さんが神さんに会いたがってましたよ。まだまだ冒険の舞台がありそうですね。羅針盤エンブレムの旗、まだ地下があるのか。ここできてんじゃん。ブルブル、怪しげな匂いがしたんでな。掘ってみたらこんな空間があったぜ。さすがに下にはもう何もねえようだ。掘りまくれて楽しかったぜ。ほう、こっちから下はもうなしか。わ、なんか新しい場所ができましたね。あれ、今度はここはないのか。ここお宝なし、ブラドクォーツなしなの。なしっぽい。中国の名曲の最新部は終わりがなく、先に進むほど敵もどんどん強くなるダンジョンだ。どこまで進んでも報酬はないが、仲間のスカートやコイン集めに便利だぞ。珍しいモンスターと出会うこともあるかも。必ず準備を整えてからチャレンジしよう。帰りたい時はメインメニューの脱出で抜け出せるんだ。あ、なるほどな。仲間のスカートが関係してるって感じか。終わりがなく、へえ。これやめておきましょう。なるほど、仲間を集めの時に重要になってくるって感じか。エルルー、何？仲間っていうよりペットみたいな感じで、でも竜の子供なんだよなこいつ。どんな大人になるのか楽しみ。気が向いたら変わって、そういえば当分変わってない気がするな。はい、ということでこんな感じですかね。エンディング終わって、また一瞬で戻ってくるというそんな結果でございました。まだまだね、なんかお話も続きそうなので、ちょっと遊んでみようかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、すじょうこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録またの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。Oh yeah.